スノーダムがお届けする How to Revit Basic 3-27 ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。外壁と間仕切りの作成についてですが、基本的には衣装の壁を選択していただけた方がよろしいかと思います。衣装の壁に関してですが、一番ない場合はタイプを編集をしていただいて、複製ボタンで複製を作ります。その後にタイプパラメータ構造の編集ボタンを押して編集をしてあげてください。内容物を追加する場合には内側の挿入ボタンを押し、カテゴリーを変えてあげてください。できれば OK ボタンを押します。そうすると厚みの幅が600となる壁を今臨時ですが作ってみました。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。